ちょっと二階堂にドッキリを仕掛けようかなと。二階堂があそこのデスクに飾ってるフィギュア塗っていこうと。あ、もう何もわかんない。何もわかんない。ロリコンちゃん、松尾です。あ、チョコリです。今日はね、はい、これね、直す場所がもうなくてさ、もうこう置きながら撮影するしかないんだけども、そうですね。今日はスーパーサイヤ人2の顔でお送りしております。はい。ちょっとね、全然どうってことない動画なんだけども、はい。ちょっと二階堂にドッキリを仕掛けようかなと、お、いいですね。思っておりまして、これね、はい、こういう結構ね、YouTuber さんがやっとるから、もう多分知っとると思うけど、これ、はい。黒色無双。これね、すごいの、ね、よ。のちゃん知っとるこれ。いや、初めて見ましたね。光を吸収する黒、要は完全艶消しの黒なのこれ。だから真っ黒になる。はあ、っていうことで二階堂があそこのデスクに飾ってるフィギュアを塗っていこうと思う。ゴジラとマリオ。気づくんですかね二階堂さん。いや気づくやろ。こういうことでこれちょっとこれをねこの2つをちょっと塗っていこうと。塗ったらねこれ影に見えると思っちゃうんだもんね。この髪の黒ってさ。まだ立体感分かるでしょ、ちょっと。はいはい、分かります分かります分かります。これ分からなくなるんだ。全部黒になるやろ。あいつ気づくかな。ちょっとここカメラ置いてちょっと狙っとこうか。あいつ来るやろ、もうすぐ。あと1時間、そう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 、あと1時間もせんね。あと40分ぐらい来ると思うけど、はい、はい、じゃあ行ってみましょう。これねライトがね当たってるからまだちょっと見にくいかもしれんけど、どうなるかね。僕も塗ったことないからさ、分からんだよね。これね、もう覗いたら分かると思うんだけども、これ分かる？もう中が真っ黒なんですよ。何が入ってるか分からないの。これどんくらい入ってるかも分からんもんな、これね。すごいな、これ。ちょっと塗ってみようか、とりあえず。行こうか。まだこの時点ではまだ光沢あるもんね。おい、ちょっと待って、おい、やばいことになった。違う違う、これ取らないかんと、これキャップ。やばい失敗した。ちょっと塗ります。さあ行こう、もうバーっと行こう。ゲチャー。あ、これすごいね、フィギュアにさ。心配しないでくださいね。これ売ってたんで、もう購入手続きは済んでます。あ、せっかくこれね大事にしてたのになって思われないでいいように、もう一個もう買ってるので、すでにね、だから大丈夫です。心配なさらず。そんなね、そんなひどいことはしないですよ、さすがに。もう買ってるから。ね。ねえ、のちゃん。そうですね。そうそう。探して、ちゃんと検索して。そうそうそう。ちゃんと検索して、手に入るやつだけやってますから。あるかどうかをちゃんと見て。そうそう。ちょっと全面だけ塗ってみようか、まずね。これやっぱ普通のペンキとかも違うんですか、うん、違う成分なんですか。なんかね、アクリルって言ったかな。これまだ今塗ってる感じだと、まだわかるよね。わかります、ね。まだ光沢がある感じ。これ乾いてきたらどうなるかよね。さすがに液体やからさ、はい、乾く前はやっぱり反射するけんね。そうですね。よし、いいんじゃないかい。今ねまだ乾いてないからこの状態やけど、これ乾いたらどうなるかよね。マリオ塗りますけど。チョコリさん、マリオ、はい、いく。あ、もう何もわかんない。何もわかんない。いや、そろそろつけすぎな気もするけどね、それね。これ水で薄めるとかでもそのままいっちゃっていいですね。うん、多分大丈夫。あ、もうこんなん飾ってたらいよいよどうした二階堂ですよ。やんでますよ、こんな飾って。これ全部後ろに行ってしまう。こんなんするなんか中学生以来やな。ね、お筆使ってなんか塗るっていうのは。松尾忠中期。下にアングル的には。しないも塗っておくね、これ。しないも塗ってます。しないが闇やな、これ。影にしか見えない。あれも影やね。ゴジータ。なんかだからまあとりあえずこれで終わろうっていう話で。お疲れ様です。配信中です。あ、今終わりました。あ、こっちこれを撮ってた。あ、なるほど。なんすかそれ。高橋店長から。あの、ガンス高橋店長から松岡さんに。あ、誕生日プレゼント。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんで僕
黒マップ。なんでそんなことになった？ちょっと待って。なんかしっとりしてほしい。え？こっち来てください。こっち。持っていく？いや、ここそのまま来て。そっちに行く？こっから見てください。もう闇しか見えないでしょ。いや、こっから見て、そっから見て。あ！何これ？影にしか見えない。いや、影にしか見えない。いや、すごいよ。それはすごいわ。いや、アートとしてはすごいよ。すごいでしょ？いや、アートとしてはすごいよ。これね、光を吸収する頃なんですよ。マットブラックですよね、完全にね。うん。闇しか見えないでしょ。なんでそんなことした？なんでそんなことした？いや、かわいそう、俺。いや、なんでこれ、なんで？いや、いいよ。いや、いいんやけどさ、別に。捕まんじゃん、それ。いや、捕まけてはない。もう、鶴は締められんよ、これ、予備の、俺のあの軽い予備の方のやつや。イラン市内ではなかったんやけど、これ。その辺の戦車とかガチャで取ったんですか？ガチャ、これですか？あ、ガチャで。マジ松尾田道中。何飾ってるんですか？それ何ですか？いや、マリオ。マリオ。マリオ。トリオンかい。マリオ。マリオ。いや、ちょっとお気に入りだったマリオ。ああ、そうやったですね。ちょっとお気に入りだったから。あのさ、ちょっと待って。お気に入りやったかどうかとかじゃないよね。問題はね。俺のよね。いや、そう。でもかっこよくないですか？ゴジータとミッチャー。いや、ゴジータはまあいいよ。ゴジータはまあいいよ、別に。うんうん、いらんちゃいらん部分でもあるし。うんうん、こっちから見てじゃないの？カビンしか見えない。いや、それさっきも聞いた。すごくないですか？いや、すごいけど。カビンしか見えない。すごいけどさ。うんうん、このカビンしか見えない。なんで塗った？二度とつらしに。いや、なんで塗ったの？これすごいないですか？いや、すごいけどさ。うん、その、カビンしか見えない。何、好奇心が勝ったの、はい、子供やん。こう影しかにしかも。どうしてもやってみたかった。影にしかみたいなやつな。すごい。いや、どうでもいいフィギュアいっぱいあるやろ、他に。俺飲んでやらんでもさ。え ?1 時間かかった。1時間かかった。もう1時間かかった。1時間かかった。深刻職務ですよ。そうです。あと言うとおり。いや、強いやつやん。いいよ、そんなの。もう何も見えんもん。いや、うん、まあのね、ゴジータはまあまあまあ、まあまあいいと思う、うん、いや、何も見えんというかさアクリルスタンドパネルみたいなもんやんけ、あれ塗ったらもうわけわからんし、これなんなん、これダメやろ、これは何も見えん、これ、いや、これダメやろ、これは一応ここに掴んごと落ちてね、綺麗にこう塗ったら、そうそうそう、線引いてくる、掴んごとじゃねえよ、線引いてくる、綺麗にほら、ほら、いや、そこを境にやない、まだ乾いてない、ちょっとはみ出し通しも乾くまで、なんとかまず、アルコールでしたら、まだ乾く、うん、いや、絶対染み込んどやん、塚とか絶対染み込んどやろ、もう電話かけながら大変やった、ジューって出てきて、こう真っ黒になるやん、いや、見たよ、もういや、これはかっこいい、いや、マリオマリオマリオはダメやろ、だってマリオはいらんもんね、もうキノコかなんかですか、いや、マリオがキノコ持っとらんの、あ、そうそう、マリオいらんもん、いや、いらんかどうかマリオってかっこよくないんです、いらんかどうか俺が決めるすごいでしょ、闇でしょ、いや、すごいよ、いや、すごいよ、これ質感はすごいと思うよ、確かに、これ闇でしょ、まだちょっと書いてない、まだまだあんまり書いてないですけど、夏焼けし、うん、闇でしょ、いや、すごいとは思うよ、これ確かに、これね、後ろから見たら何のことか分かんないですよ、これ、いや、何のことか分かんないじゃない、うん、もう、いや、いいんやけどさ、うん、闇でしょ、いや、これはまあかっこいい、ゴジータはかっこいいと思うけど、うん、闇や、これ何、なんなんこれってなるよ、そうそう、見た人、それが狙いやね、これ何これ、それが狙いじゃない、もうほら、写真撮っても訳が分からんもん確かにこれは訳分からん、筆で塗ったんですか、筆で、はい、塗りましたね、なんか暇なんそれも、これもメンマ以外全部塗りたい、そうあ、メンマ以外、いや、メンマ以外塗りたいとかいう需要もあるそういう需要があるもん、そしたらこう、メンマだけ分かるわ、なるほど、ね、あ、そうですね、黒になるからメンマだけ黒にされるかもしれないいや、ただ俺かわいそう多分、いや多分ね、なんでじゃあこの2つか教えてやろうか、うん、もうすでに買っとるから新しいやつなんだ、え、どういう作戦やったいやネットで
ちゃんと在庫があるやつを調べて、そうそれのやつだけ、あれだけ抜ったの。なんだちゃんと買っとるから、うん、優しさか。じゃあお疲れ様でした。ちゃんとやっとるかな。人の困ることやっちゃダメだ。なんか最近すごいね、コロナでさ、バーチャル修学旅行とかやるらしいね。バーチャル修学旅行、青森かどっかの高校がなんか京都に行った VTR をずっと見せられる動画で、行った感じを楽しむみたいな。いや、ありえんくないかも。いや、もうそれやろ、そんな。それやらなくていいんやつ、うん、で、それでなんかその感想を聞きよったんや、そのなんか女の子にね、はい、本当に行った感じがしてとても良かったです。そんなわけないやん、絶対行った方がいいに決まってない。